ソフトバンク Wi-Fi スポットに用いられるルーターソフトバンク Wi-Fi スポットとはソフトバンクが提供する携帯電話スマートフォン向け公衆無線 LAN サービスの名称であるソフトバンク Wi-Fi スポットはソフトバンクおよびディズニーモバイルなど一部の MVNO の Wi-Fi 対応携帯電話スマートフォン加入者向けのサービスである独自に設置されたソフトバンク Wi-Fi スポットに加え bb モバイルポイントの利用が可能である。利用はデータ定額プランのいずれかの加入が必須で Wi-Fi スポット料金分の割引が半永久的に継続されて実質無料である。独自アクセスポイントは多くは Foxcon 製独自ルーターを使用している。サービス当初は広く Wi-Fi 対応端末一般を対象にしていた。2011年2月18日から サービス向上のためとして接続可能な機種をソフトバンクの機種のみに変更している。2012年7月以降にソフトバンクの機種以外の端末利用者向けに有料サービスとして24時間を467円で利用できるソフトバンク Wi-Fi スポットが開始された。QE モバイルが2013年に開始されたエモービル 4GS で対応して以降 旧ウィルコムや、後継の i、モービレブランドの対応スマートフォンも利用可能で、データ端末のエモービル 4G など、Y モービレのデータ端末の一部も利用可能である。フィーチャーフォン端末も端末が対応していれば、指定料金プラン契約時に利用可能である。携帯 Wi-Fi 対応、ソフトバンク 3G 携帯電話および iPhone、iPad ソフトバンク X シリーズのスマートフォン。 ソフトバンクスマートフォンが対象となる。Wi-Fi スポットへのログインは、設定アプリないしはソフトウェアが、社マイナスに証明書による、自動認証によって行われるため、ID やパスワードなどは設定されていない。設定アプリやソフトウェアで利用する設定をすれば、スポットに入った際に、自動的に接続される。Y、モービルブランド契約者は、タイプ1契約おび、 タイプ3契約、Y モバイルの扱う、スマートフォンのほか、端末自体が非対応でなければ、フィーチャーアフォンや、SIM フリー端末も、利用可能な場合がある。利用は、設定が必要で、設定の方法も機種によって異なる。端末により利用可能な、SSID に制限がある。携帯プラン SS およびシェアプランの契約では、利用不可である。タイプ2の端末と Q。 E アクセス契約となる GL07S は設定アプリが異なるが、他の機種はタイプ1の端末とほぼ同じ方法で利用可能である。QE アクセス契約の 3G 端末は利用できないため、有料オプションのエコネクトのサービスを使用する。GL07S は併用も可能である。q ウィルコムが発売したソフトバンクモデルはソフトバンクブランドの設定に準ずる。 利用可能な SSID はタイプ1と同じである。2016年1月14日からログイン認証が社マイナスに非対応の端末で不可となり社マイナスに非対応のソフトバンク 3G 端末とソフトバンク X シリーズのうち Android 端末であるソフトバンク X06HT ソフトバンク X06HI は利用不可能となった。X シリーズのうち Windows Phone の端末及び0001、ソフトバンクの設定方法が公開されている端末は、引き続き使用可能である。スターバックス以外にも全日本空輸、上島コーヒー店、日本航空、サブウェイ、シダックス、コロワイドなど、約60社が参加することが発表されている。具体的なパートナー企業は提供中、提供開始予定のパートナー各社。 ブランドについてを参照。2011年末頃からプリングウィズピエにエンタープライズの暗号化がかかった s s i d 0 0 0にソフトバンクが追加された。開始当初はソフトバンク iPhone、iPad のみ利用可能とされたが、その後他のソフトバンク端末でも利用可能な機種が登場している。過去の機種はハード的に0 0 0にソフトバンクに対応可能と、 思われる機種でも0001ソフトバンクしか使えない場合がある。2013年1月2日現在の Wi-Fi スポット数は35万箇所余りで2014年頃から SSID0002 ソフトバンクは 5GHz 帯の未対応となった。上記の SSID の中から設定アプリの使用により電波の強いものが優先して受信される。 セキュリティの強固さなどの優先順位は、ユーザーは設定できないため、暗号化のかかっていない SSID の電波が強い状態であれば、それが優先して受信される形となる。2015年7月頃から、外国人観光客向けに SSID、フリー Wi-Fi パスポートを提供した。ログイン認証は、設定アプリやソフトウェアが、 自動的に社マイナスに暗号化証明書を利用して行われるため、利用者情報の漏洩の可能性は低いとされる。以前は社マイナスに以前の方式も取られていたが、2016年1月14日以降は社マイナスに及びそれ以降の方式のみとされたため、社マイナスに対応のフィーチャーフォンと Android 2.2X までのスマートフォンでは利用不可能となった。 ログイン認証が暗号化されていても、接続される SSID は以下のようになっている。端末関連関連サービス多事業者の類似サービス。ありがとうございます。